皆さんこんにちは。今回、解説させていただきたいのは何に関してかというと、海外に行く際の保険に関して、海外旅行の障害保険に関して言及させていただきたいと思います。皆さんが、海外行かれる時っていうのはね、保険に加入される方がほとんどだと思うんです。9割以上の方がそうだと思うんですけど、やっぱりこれは何があるかわからないので、やはり保険は加入した方がいいかなって感じがします。若くてまだ全然そういう体力もあってそんなの絶対大丈夫っていうふうに思ってる方もいると思うんだけど、特に年取っていくとやっぱり何らかしらの方が来る可能性があるので、ね、やっぱ保険っていうのは加入していくべきかなって感じがします。その中で、保険ということでいろんな保険人があります。これに関してはまた後日別途で枠で設けさせていただいて、障害死亡とか、治療救援費用とか盗難のね、いろいろ健康品のやつら遅延のあるとか、いろいろと保険の、出るものっていうのは、会社によってまた違います。保険料に関しても会社によって違うし、保険の、プランに関しても保険金額に関しても変わってきます。規定は大体一緒なんだけどね。でその中で、それに関してはまた後日やらさせていただきたいと思うんですけど、今回ですね、中長期で海外に行かれる際ということで、その際は、保険ということで高くなってしまうと思うんですよ。だから中にはじゃあ世界一周されるということで1年2年行くということでね、保険に関しては加入されない方もいらっしゃるかもしれない、そういう方多いと思うんですけどね。だけどできればやっぱり加入した方がいいんですけどね。ただ1年とか2年になると何十万ってかかっちゃう。20万、30万、40万とか2年、本当に高いプランだったら100万超えるようなプランもありますので、だからそれだけじゃあバックパックで海外一周、世界一周される方がそれを加入するかってそれはしないと思うんです。それでも1年とかで長期滞在のやつで、じゃあ一番安いプランでもいいじゃないですか。障害死亡、死亡した場合の降りる金額で1000万円までのやつとかね。ただ治療救援費用に関してはできるだけ高い方がいいというのもあって、これに関してはまた別のチャンネルでアップさせていただきたいと思うんですけど、でよくね、カード保険に関してカードの保険が付帯されてるから、特に加入する必要ないって言うんですけど、ほぼ全てね、自分が確認した中で誰かはそうじゃないって言ってた人いたんですけど、このカード会社で。それは本当に、いやアメックスはって俺言ってやってね言ったんだけど、もし例えば皆さんの周りでそういうの知ってる人いたらね、90日を超える、じゃあ日本出発したから、カードの保険で90日を超える日数においても保険が賄われるというのがあればね、教えていただきたいと思うんですけど、もうないと思いますね。基本的には日本を出発した日を含めて90日までというのが保険の適用期間です。だからそれ以降になってしまう、それを過ぎてしまうと、保険が適用にならないということで、どうしてもやっぱり海外周遊される方というのは最低半年1年もしくは2年ぐらい行かれる方、長い方で5年ぐらいいましたけどね、そういう場合っていうのはやっぱり保険が適用ならなくなってしまうので、私は今例えば一回日本に帰ってきてって言っても一つの手かもしれませんけどね、なので、それはねちょっと落とし穴として覚えておいていただきたいと思います。なので90日を超える、場合は、必ずね、保険は別途で入った方がいいということです。だからこれ聞いてみたんですね。じゃあちょっとね裏技あるかなと聞いてみたんですよ。じゃあこれから例えば自分は中東、アフリカはまだ行かないんだけど、ヨーロッパとか、あとは旧ソ連の構成国、中央アジア、中東に行く予定です。3ヶ月をちょっと上回ろうと考えてますが、4ヶ月ぐらい考えてるんですけど、そうすると90日カードの保険で、例えばこの間タイのバンコク行った時もいました。で今回じゃあ90日を超えてしまうので、そうすると賄えないじゃないですか。じゃあ私ちょっと、電話で聞いてみたわけです。もともと旅行会社働いて旅行の販売のね、その保険の販売の資格持ってるんである程度は知ってるんですけど、一応念のためにね、間違ったことは言えないので、聞いてみました。例えば、じゃあ、クレジットカードの保険が、日本出発でしたが90日まで有効なんですけど、じゃあその後の90日より後の期間にかだけを、じゃあその御社の保険で加入するってことはできますか、それは適用になりますかって聞いたんです。これ何社かに確認したんです。そしたら、基本的にはもう、やっぱり日本出発した日からということなので、だからその、カードの途中まではカードの保険で、でそこの海外に途中からは、そのどこどこの会社の保険会社の保険っていうのはできませんって言われました。これは他の会社もそうですね。やっぱ保険の規定上そうなってるらしいです。なので、そういった裏技聞けないということで、大体保険金額を調べたら4ヶ月で8万ぐらい、8万9万安いプランで8万9万、高いプランで10万ちょっと超えるぐらいもあったんですけどね。
第2弾どうしようかなと思ってます。90日とりあえず、まあ、保険が効きますのでそれ以降は無保険っていうのもあるんだけど、ちょっとやっぱ無保険っていうのもね、怖いというのもあるんだけどね。でもね、結構中長期で回られてる方って結構無保険で行ってる方多いんですよね。ただやっぱり何かあった時っていうのは大変だしね、本当に怪我を負ってしまって瀕死の状態になってる時にじゃあ手術を、して、後で膨大な額が請求されるってのも嫌じゃないですか。だからそこら辺を考えてやっぱ保険はやっぱりしっかりと加入していくべきかなと思うんですけどね、うん、保険の問題に関しては、まあ、今回は、まあ、このように口で語らさせていただいただけなんですけど、そのクレジットカードの保険が90日までという話ですね。で、次回に関してはですね、次回保険のことに関して言及する際は、まあ、表を出してですね、まあ、機会これは解説させていただくとあるんだけど、表を出して例えば障害死亡治療吸引費用とか、まあ、他にも経口品損害いろいろあるじゃないですか。そういったところの、項目ごとにね、表を使って解説させていただきたいと思ってます。それではね、何か質問があれば、質問いただければこのように回答させていただきますので、ご質問いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。